これはうーん。3番、4番、6番、5番スタートしました。アウト6コースですが、ちょっとこれは早いタイミングか。1周1マークへ向かっていきますが、現在スタート判定中、スタートは判定中。お手元の投票券どうぞ大切にお持ちください。向こう上面と入っていますが、ここでお知らせいたします。このレースはフライングがありました。5号艇の藤井選手がフライング変換欠場、5番の藤井大賀選手はフライング変換欠場です。従いまして5番に関係する投票券はすべて払い戻し変換。お手元の船券は大切にお持ちください。1番、2番、4番、6番、助走の末3番、5番です。特別選抜 B スタートしました。いい気一撃、わー、3号艇の黒柳、これはちょっと行き過ぎたのか、スタート問題があった模様です。お知らせいたします。3号艇の黒柳弘隆選手がフライング。3に関する投票権は全て返還されますので1番、2番、3番、5番、6番、4番の3対3、3秒、2秒、1秒、今スタートしていきました。お知らせいたします。第3レーススタートにきまして、フライング欠場艇があるかも分かりません。第3レースは5号艇の権藤利光フライング変換欠場。5番に関する船券は全てお返しいたします。1番、2番、3番、6番、4番、5番、まもなくスタート。2秒、1秒、今スタートしていきました。さあ、お知らせいたします。第6レーススタートにきまして、フライング欠場艇があるかも分かりません。第6レースは2号艇の上田流星、3号艇の井上和樹がともにフライング変換欠場。2番、3番に関する打点は全てお返しいたします。1番、2番、3番、4番、5番、6番、3対3の枠内1秒、今スタートしていきました。さあ、ストリップはお知らせいたします。第10レーススタートにいきまして、フライング欠場艇があるかも分かりません。バックスリッチは1号艇が行って、後ろ3番、2番、5番。なお第10レース6号艇の西川雄貴フライング変換欠場。6番に関する船券は全てお返しいたします。1番、2番、3番、5番、6番、4番です。スタートしますし、ちょっと4コース5コースが際どいスタート。現在判定中です。お知らせいたします。5号艇の北伊織、6号艇の東寺智仁、5番6番がフライング変換欠場です。従いまして5番6番に関係ある船券全て返還ということになりますので、どうぞ皆様ご注意ください。1番、2番、3番、ダッシュ、4番、5番、6番です。スタートしました。2号艇の倉谷、そして1号艇の坂本、3号艇の川崎もスタート早いか。ただいまのスタート判定中。お手持ちの投票券大切にお持ちください。1号艇坂本、2号艇の倉谷、3号艇の川崎のタイミング際どくなっています。ただいまのスタート判定中です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。一瞬マークラスタンド前、1号艇の坂本、そして2号艇倉谷、3号艇の川崎とスタートが際どくなっております。ここでお知らせいたします。1号艇坂本、2号艇倉谷、3号艇の川崎、フライング変換欠場となっております。1号艇坂本、2号艇倉谷、3号艇川崎に関する投票権すべて返還払い戻し。お手持ちの投票権大切にお持ちください。